市は豊かな自然にあふれ、さまざまな生き物を育んでいた。しかし氷河期が訪れ、世界は滅亡の危機に瀕した。人々がなすすべもなく天を仰いだその時、伝説のドラゴンが舞い降りたのだ。ドラゴンは世界を守るため紅蓮の炎を吐き続け、氷河期を食い止めた。そして全ての力を使い果たし、その場で生き絶えてしまった。九死に一生を得た人々はドラゴンに敬意を表し、大いなる棺に納めた。いつかまた世界を救ってくれる時が来ると信じ、ドラゴンの亡骸と共に復活の呪文を封印したのだ。体を取り戻さなければ完全な復活にはならない。